プレイナンバー1の13ソニーコースターの18ファントフォーメーションを選択します。ファンター13番、スナップミス。スナップしたボールがエンドゾーンを越えました。したがってこれは自殺点、セーフティーとなります。ウォリアーズセーフティーにより2点獲得です。プレーナンバー1の20ソニー自陣39ヤードからセカンドダウンライン、パス成功。ファーストクォーターバック1番、ワイドレシーバー81番へのフラットパス、このパスを取った81番キャッチアンドランで独走、大きく前進しファーストダウン。キックレングス25ヤード、キッカー13番、フィールドゴール成功。ソニー3点獲得です。ソニーソリッドステート3点、ウォリアーズ2点。ランニーバックの中央へのランプレー、しかしこれはウォリアーズがアジャストしロス。パス成功、ファースター。タッチダウン。クォーターバック1番ハンドオフフェイクから自ら持ち込みエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。クォーターバック1番黒坂光一郎自らエンドゾーンまで駆け込みました。ソニー6点獲得です。6点下がっています。サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り13ヤード。1番パスを投じようとしましたが、これをソニー99番が QB サップ、大きくクロスです。ウォリアーズフォースダウン8、パントフォーメーションを選択。フェイトリックプレー成功。パンター14番、パントと見せかけてそのまま右オープンへのランプレー、相手タックルかいくぐり、ファーストダウン獲得、ギャンブル成功。パス成功。ウォリアーズファーストダウン。クォーターバック1番ハンドオフオプションから自らキープ、右オープン展開しファーストダウン。エンドゾーンまでは9ヤード、攻撃権更新には4ヤードの獲得が必要。インターセプトです。しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスのホールディングの反則がありました。相手選手を捕まえてしまった反則です。しかしこの反則を取りません。ソニーはインターセプトを有効として攻撃権を獲得しました。ターンオーバーです。プレーナンバー4の4、ソニー自陣22ヤードからファーストダウン。パス成功。ナイスラン、ファーストラン。
このパント転がりよくゴール前1ヤードでボールデッド。ウォリアーズ自陣1ヤードからの攻撃を強いられることになります。ナイスパントです。ファーストダウン10。パス成功。ウォリアーズフォースダウン7。プレーを選択。ギャンブル。クォーターバック1番スクランブルでファーストダウンを狙いに行きました。パス成功。ファーストダウン。パス成功。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック1番ワイドレシーバー83番にパスを通しファーストダウン。ウォリアーズ後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の27。ウォリアーズフォースダウン9。プレーを選択します。ギャンブル。ボールを相手陣28ヤード。ファーストダウン9。プレーを選択します。ギャンブル。ボールを相手陣28ヤード。パス不成功。クォーターバック1番ワイドレシーバー18番のパスでしたが、このパスはショート。4回目の攻撃失敗ですね。攻守交代です。